黒目のところまでこうブワーッとかぶってきてびっくりしてしまう方が結構多くいらっしゃいます。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は白目がブヨブヨをお話ししていきます。花粉症の時にすっごく目が痒くなってこの白目のところがですねブヨブヨになってですね黒目のところまでこうブワーッとかぶってきてびっくりしてしまう方が結構多くいらっしゃいます。でその場合はまずはその白目がブヨブヨになってしまう原因としてはもう痒みが強くてもう例えば涙目になるとこの白目の上に結膜という透明な膜が実は1枚乗ってるんですね。涙が多くなるとそこにこうブワーッとこう涙が入ってもうブヨブヨ状態になってしまいます。でずっとそうではありませんのでそれは一時的なものです。ですので、ちょっとびっくりするかもしれませんが必ず治りますので安心してください。で症状としては目がものすごく痒くて涙目がひどくなって炎症がひどくなっている状態なので、やっぱり絶対にこすらない、あと叩かない、であとすごく痒い時は冷たいタオルでまず冷やしていただいたり、症状が強いのでやはり眼科医からですね点眼液をもらう。で抗アレルギー薬っていう点眼だけだと多分すぐには収まらないのでステロイドの点眼をもらうっていうことがいいと思います。ダブルで使っていただくっていうのがいいと思いますので、もしすぐに眼科に行けないってことであれば、基本的にはマイルドな目薬になるかもしれませんが、市販で売ってるようなアレルギーの目薬を刺して冷やす、叩かない。あとは外にいる時には目に飛び込んでくると症状がひどくなりますので、ゴーグル型のメガネですとか、あとは防腐剤が入ってない人工涙液でまず洗い流したりですとか、目に入らない工夫っていうのもしてみてください。症状がもうすごくこうひどいっていう方は、ぜひ早めにアレルギーを抑える目薬を眼科にもらってくださいね。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。実は本を2冊出しています。目を良くしたいならズボラがちょうどいい、もう一つ目を5秒閉じれば自律神経が整う。この2冊はインターネットからでも購入できますし、近くの書店で取り寄せでも購入できます。ぜひ読んでみてください。